はい、開封編ということで今回紹介させていただきます時計はマッキナスポルティーバという時計で、流通限定なんと世界限定300本の商品になります。商品の品番は SANF83PC という品番になっております。はい、こちらが箱になります。非常にカラフルな箱になっておりますね。はい、では早速開けてみます。はい、このような感じになります。はい、こちらの商品なんですけども、1996年にですね、セイコーさんと、十字アロのですね、生まれたコラボモデルになるんですね。それの、復興モデルとなります。はい、1990年代の時計なんで何かしらこう、レトロ感ありますね。はい。マッキナスポルティーバーというのはイタリア語で、スポーツカーを指すんですね。十字アロ自体が車のデザインをする会社ですので非常にこう何かしらこうスポーツカーを連想させるデザインですね。はい。あとこのオレンジが特徴的なんですけども、こちらシエナオレンジと言いまして、イタリアのシエナ地方をモチーフとしたカラーとなっております。はい、こんな感じの色、非常にこうこのベルトのブルーとですね、非常にこの相性のいいカラーっていうか、非常にこうスポーツカーを連想するような昔のですねイタリアのデザインって感じがしますよね。はい、あと機能的にはですね、まずこちらの日付機能、カレンダー機能ですね。はい、それと、クロノグラフ機能ですね。ちょっと一回押してみましょうか。はい、このような感じで、秒針の方が起きましたね。クロノグラフ機能、あとアラーム機能もついております。はい、ちょっと止めまして戻します。はい、あと特徴的なのがこちらのベルトなんですけども、非常にカーフなんです。非常にこう触り心地がいいですね。はい、あとこのシャーフスキンっていうこの柄ですね、このサメの皮の模様を表す、これは型押しなんですけども、このような感じになっております。はい、非常にこう綺麗なベルトですね。触り心地もめちゃくちゃいいです。これ1996年に作られた時はですね、若干こちらよりモデルが小さいんですね。で、現代風にちょっとアレンジしておりまして、若干その大きさが大きくなったのと、こちらの横のデザインが確かちょっと変わってたと思うんですね。ちょっとこちらの方もちょっと絵で表してみますんで、ちょっとこちらも参考にしてください。はい。このような形で、これやっぱりね、何がいいって、このレトロ感なんですけども、ちょっとはめた感じもつけてみますね。はい、このような感じです。はい、大きさの方がね、縦が54ミリで、横が43ミリ、厚みが10ミリですので、まあ適当な大きさの時計っていう感じです。このやっぱりオレンジが特徴的ですので、まあ非常に目立つっていうか、インパクトがある色だと思います。まあしかし、この懐かしい感じっていうのが非常にいいかなというふうに思っております。あと世界限定300本っていうのがかなり魅力的な本数ですので、すぐに売り切れるような気もしますんで、できるだけね、お気に入りされたら、購入された方がいいかなと思います。はい、はい、あとですね、こちらのモデルなんですけども、1996年当初にはこちらのカラーだけだったんですけども、今回復刻版ということで、ブルーとブラックのカラーもございます。そちらの方もね、非常に魅力的な商品だと思いますので、こちらの方もですね、世界限定各300本になります。ぜひ参考にして見てください。はい、ではありがとうございました。